ポーツ版タイガーファンディング、令和の裏、クラブを発展させ、サッカー少年たちの成長とコーチの環境となる世界で活躍できる選手を輩出する、金城武雄さん、年齢33歳、大阪府からお越しいただきました。令和の裏です。どうもお疲れ様でした。よっしゃ、すいません。じゃんけん、この間の、はい、麻雀の回見た？麻雀会、麻雀見てました。見ました。ね、はい、同じ結果ですよ。負けた。いやでもね、本当勇気を出して、すごい行動力が本当ありますよね。もうこの前ナッシングになってすぐに、もうこれ1ヶ月経ってないですよね。1ヶ月ちょっとです。はい、ね、はい、それでも第2回っていうところなんで、はい、もうそれはすごいなと思ったし、まあ私個人としては、はい、あの、ね、JPC とすごいシナジーサッカークラブってあるんで。はい、あのぜひっていう思いは本当あったんで、はい、あとはこう皆さんっていうか、あのちょっとね、岩井さんに投げてどう反応するかって僕もちょっと期待したところがあったんで、はい、すっごい迷いました。マジですごい迷いました。いやなんかね、まあ僕実はあのいくらになったとしても最後6人目のトライ行こうかなってある部分思ってたんですよ、はい、でも皆さんのこう評価を順番に聞いていった中で、うん、300万に対して半分まで4人目までが積み上がらなくて、はい、で高木さんが、まあ、この間と同じように半分って言った時に、うん、いやこれ本当に俺がなんか皆さんを巻き込んでいいのかなっていう思いはすごくあって迷いが生じたんですよね。したら林さんやっぱうまいよね、うん、そういう時にああいう投げ方をしてでやってくれたのは確かにと思って、まあ、これは運にかけるしかないやと金城さんので正直最初はくじゃんけんで勝てよお前って言いながら出したら、はい、だいたいさ気合い入ってるとパー出るんだから俺グー出したんよ。そこまでアシストされたのになぜグーだったな。あれはちょっとそこら辺をちょっとお聞きしたいな。気持ち的にグーでした。行きたい。いやもうなんか気合い入っとったらパーやろ。すいません気合い入った。俺よくやるんだよ、じゃんけんで絶対勝とうとした時に、はい、もうすぐ盛り上がり、おい行くぞおらーじゃんけんで絶対俺チョキ出す。相手パーだ。こすい、こすい、なるほど、相手パーだ、はい、すいません。でチョキ出すの、あのねパー出せなかったのよっていう、はい、ここまで考えたのに、すいません、はい、いや残念でした。はい、でも、まあ、本当に今すごい、ね、あのやられてることは素晴らしいと思うし、うん、結果もすごい出されてて、はい、やっぱり授業的になかなか収益出しづらいっていう中でも、ね、あの280人っていう、ね、生徒さんが見えて、はい、で結果も出されてっていうのは僕は本当すごいなと思いますし、はい、ただやっぱ経営者としての勉強ですよね、はい、これが今回うまく投資いってでまたなんか違う授業やろうかなってそっちで失敗しちゃったっていう可能性も多分ね持ってるんですよ、はい、そこら辺もやっぱり一つ確実に固めて収益を出した上でっていうのをやっぱ着実にこうステップアップしていってほしいなっていうのはやっぱ僕は思ってて、はい、なのでまあ今回ねちょっとナッシングになっちゃったんですけど、はい、まあ私にしてもこう岩井さんにしてもそうですけど、はい、まあ、今後ちょっとねこのこれだけの縁じゃなくて、そうですね、今後もちょっとね情報交換になったりとか、はい、まあ、おこがましくも私もアドバイスさせていただければなというふうにね、はい、思っておりますので、多分さ280人生徒がいたら、はい、その親御さんで会社の経営者って何かいるでしょ。何がいます。で親しい方に一回ね、はいはい、本当にあの自分でさらけ出してね相談してみた方がいいかもしれない、うん、確かに。もう僕はやっぱ経営者としてまだダメダメなんで、うん、はい、なんか僕にアドバイスないですかって、うん、はい、そしたら頼られた方も親身になっていろいろ答えてくれるよ、はい、今の金城さんでは本当に33だけどまだ経営者として駆け出しで心配の部分が多すぎるのよ、はい、いろんなことが。確かに。だから絶対身近な人にね、うん、いろんなアドバイスいただいた方がいいよね、うん、いやでも280人というのが財産だと思うんで、はい、そこをねうまく本当にこれから協力を仰いだりっていうのをされてた方が岩井さん言われるようにいいかなと思いますね、はい、何十万かのねスポンサーフィーをもらうよりもその方々からの金言をいただいた方が、はい、うん、結果としていいような気がするんですよ、うん、僕はなかなかねあの遠いところたちお互いがね、はい、僕らもそんなに集まれるわけじゃないので、はい、やっぱまず近くにきっといい人いるよ、はい、本当に、はい、あの経営者という先輩が、はい、ぜひあのそれを勧めますけどね僕は、はい、はい、思いました。頑張ってください。はい。でもまあね今回で2回目ね志願されたっていうことなんですけど、はい、2回目あるってことは3回目ある。リベンジ版ですか。ハゲ版いけや。もう最近あの令和の虎の姿が
いろいろ回ってて、お前らいい加減じゃないみたいな。あの、なんだっけ、ね、あの、キャビアの鈴木さんとかさ、今日もね、実はね、あの藤森くんが3回目出てきたし、ね、はい、そんなになんかもう、ほんとね、おかしいわ、最近。3回目。はい、ね、視聴者からも愛されて、はい、いうキャラクターだと思いますよ。お前ですか。いや、でも、絶対さ、前回よりは好印象になったって、うん、いや、ほんとに、そうです。ほんとに。間違いない。うん、間違いない。まあ、回り回ってすごいファン増えるよ絶対。あります、はい、いいキャラだと思うんで。あります、はい、あります。本当話長いよね。すいません、ほんまにすいません、うん、結論から言うっていう癖をつけるべきだよ、はい、今日も横でイライラしたもん。だいぶ助けていただきましたほんまに助かりました。まあ、でもね、今日いい勉強になったと思いますよね、はい。うん、まあ俺が志願者だったら絶対取ってたよねこれ。そうですね、300万そうです、はい、俺500万でもいつまでも自信あるわ、はい、すいません、はい、確かに。そうよ、だからプレゼンする人によって同じプラン内容でも変わるんですよ、はい、ねえ、志願者としても勉強しましょう。はい、頑張ります。これからでもね、成長が見れるということで、はい、ね、金城さんの楽しみですね、はい、本当に、はい、どうですか。でも高木さん、これ3本やってみて、はい、なかなかに難しさもありますよね、スポーツ版。そうですね、やっぱ志願者の方っていうのは、はい、本当になかなか、ま、真面目な方も多かったりとかするので、はい、今日は結構盛り上がりましたね、うん。でもあの2本目心配してたけど、はい、それなりに視聴回数ついてるじゃないですか。まあ、確かに、はい、そうですね、はい、あれサムネがあのわけのわからんの良かったですかね。まあ、そうですね、はい、何だろうって言って結構視聴回数も本当に予定通り、はい、以上だったんで、はい、本当ありがたいなと思います、はい。まあ、本当にあのいろいろ心配もしてましたけど、はい、さらに下を行く何々版もいっぱいあったね良、はい、かったと思いますけど、やっぱ僕はあの自分がスポーツ好きなんで、はい、なんとかこれがね、なんかこう広がっていく未来を ね、見たいですよ、はいはい。そうですね、今のところサッカーと空手と野球、そうですね、まだまだマイナースポーツもありますけども、はい、はい、ろいろ志願者の方も見てきてほしいなと思いますけどね。ぜひお待ちしております、はい。とにかく焼肉がダメよ。はい。焼肉が、はい。何が何でもやっちゃいけないよ。わかりました。飲食はまだやめた方がいいと思います。飲食は絶対やめた方がいいね、はい。もうね、本当にね、成功確率が低すぎるよ。だって、焼肉は3000万とかかかるやつ。そうだ。いや、2000がちょっと難しいですね。はい、ランニングコストも考えると、もうちょっと必要になってくると思う。本当に。ね。はい。ジュニオール、はい、頑張りましょう、はい、ジュニオール。はい、応援します。はい、目標400名、はい、まずは。はい。ね。280まで来たら400までは行くよ、はい、本当に頑張ってください。羨ましいですよ、まあ、一番になって、ね、ブラジル行けるなって、これ韓国とか行くんですけどね。あ、韓国ですか。でもやっぱさすがにブラジルまではね、今聞いてみる50万でしょ。50万ぐらいかかります。だってこれさ、払える家庭と払えない家庭あるじゃん、やっぱり、はい、これが切ないよね、はい、うん。ものすごいね、あの、ある程度裕福な家庭にしてみれば、いや我が子がね、ブラジルまで行けるんだと思って喜んで払うけど、うん、そうですね、それでさ、はい、行けない子が出た時よ、これかわいそすぎるから、なんかその辺をね、言えばいいんだよ、そこで何言ってやつかって、いろんな家庭があるんですよって。だからこういうなんかところで行けない子つけたら僕嫌なんですよって言うたら、はい、心打つやん、打たれるやん、こっち側は。そうです、今日まだ緊張しました、2回目で。いや、緊張もしましたし、それ言えばよかったって今思います。だろ、はい、すみません、ありがとうございます。それが全て、それが全て、はい、そう、はい、もう1枚この T シャツちょうだい気に入ってますね。送ります、事務所に送ります。はい、はい、まあ、ということでね、まあ、今回2回、スポーツ版3人目の志願者、はい、金城さんでしたけど、また今後ともね、ぜひ頑張ってください。はい、以上、令和の裏でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。